まあまあ、僕らね、うん、あれですよ、ついこの間ね、二人とも知ってますか、僕らのこと、ザ・漫才っていうね、はい、大会この間出たんですけども、うん、あ、見てた？知っとる、知っとる、知ってる？一緒に見てくれた。あ、そうだよ、肘のね、あれ歌ってくれましたけどね。はいはいはい、そうそうそう、うん、そうですよね。やっとでいけたな、決勝な。やっとでね、いけまして、もう、どうですか、ね、結構立ちましたけど、なんか反響とかね。次の日が休みだったから、うん、自転車で渋谷をゆっくり一周したの、うん、気づかれるかなと思ったら、はい、あら、ただ一人にも気づかれなかったよ、ね、ただ、はい、ほんとつい2日ぐらい前に原宿駅のところで、おあーって言われて、お来たと思って、流れ星とか中英とか言われるかなと思ったら、うん、ザ・漫才だって言われて、俺大会の名前で呼ばれるすごいじゃん、あなた、うん、すごいじゃん、あなたがザ・漫才の象徴みたいになってるじゃん。そう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 、すごいね、うん、この間ね、ほんとちょっとこの間なんですけど、うん、ラーメン屋中本って知ってる、辛いとこ、辛いとこあるじゃないですか、うん、で新宿店行ったら、みんな店員さんがプラカードつけてるんですよ。うん。だから次、千代さん、次やるギャグちょっと見ないでください。僕が喋ってるんで。大丈夫大丈夫、バレてないから。バレてない。僕にバレちゃったんでね。うん。で、プラカードになんか一言メッセージみたいな書いてあるの。ミュージシャン志望ですとかさ。あはは。で、店長のところが、飛騨高山出身ですって言って。あら！お前の地元？全くそう、地元だったら、いや僕もなんですよみたいな話になって、うん、そしたら店長が、いくつぐらいですかって言われたら、僕35ですって言ったら、うん、じゃあ、流れ星って知ってますかって俺に言ってくるの。お前に？そう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 、うん、完全に分かってないんだけど、うん、でも多分勢いでもう何その響きだけ覚えてんだろうね。飛騨高山出身の芸人といえば流れ星みたいな感じでさ、うん、俺の前で言うわけさ、うん、でちょっと俺もさあ僕なんですよみたいな、うん、っていう話。最高じゃん。最高だろお前。ちょっとだけもうちょっと喋っててもらっていい？俺まだねちょっと気持ち悪いから。なんで？終わっちゃうよお前。いやけどね、ほんとワイルドカードから上がったでしょ、ザ・漫才の話に戻るけど。そうだね。で、俺が一番最初にびっくりしたのは、まず流れ星って呼ばれた瞬間に、すっごい嬉しくなったの。うん、で、やったーって言ってたら、横からガッて俺の腕を掴んでくる感触があったのね。うん、で、やったー、あ、竹江がしがみついてると思って、バッて横見たら、竹江じゃなくて、まず磁石の長さがくっついてた。そうでしたね。そうですよ。あれ本当にさ、一応ね、うん、テレビ的には最高の絵柄になるわけですよ。うん、流れ星って言われて、うん、まあ俺もやらしい話、ここで中英と抱き合ったり、やらしいよ、いい絵になるなと思って、やらしい、うん、ね、パッと見たら、まさかの相方を長沢に撮られてるっていうね、ハプニングですよ、まず。で、その、俺の腕をガッて掴んでる長沢の後ろで、ぼんやりと、あたふたしてる滝絵が見えてる。そうそうそう。まさかの、どうしていいか分かんなくなるっていうね。俺、テンパってね、うん、ウィンクしましたから。カメラに向かって。タキウィンク事件ね、うん。あれはびっくりしましたね。ねで、なんかそのまま、なんかそのワイルドカードの会場から、決勝のスタジオまで、ちょっと移動あるの、CM 中に。うん、で、CM 中にエレベーター乗って、タキウも俺ももうほんと興奮してるから、うん、うわーって叫んだよね。うん、そしたら、すっげー叫んでたら、引率してるスタッフさんが、落ち着いてくださいって言われて、急にまず一回落ち着いて、ね。スタッフさんは冷静だから、ね。冷静だから。で、滝上、スタッフさん、俺の順番で、その、ザ・漫才の決勝のスタジオには入ったわけ。うん、で、その細い通路を通っていくときに、俺らの前にネタをやる東京ダイナマイトの蜂蜜二郎さんがいらっしゃって、うん、で、滝上にまずおめでとうって握手して、うん、で、その次に中英おめでとうって握手したのが、真ん中に歩いてるスタッフさんだったんですよ。そうそうそう。間違えちゃったんだね。で、その後に本物の俺がどうも、まさかのスタッフさんも手を差し出す。そうそう。勢いでね。っていうのはありましたけどもね。ね、あとあれだよ、天野さん。事務所の先輩の。天野さんねえ、うん。天野さんもね。うん、まあ、わかるよ気持ちはね、天野さんが俺らに入れなかったんですよ、うん、票をね。うん、まあ、それはちゃんとそれは公正な、あれなんですけども。うんうん、で、楽屋にちょっと天野さんってちょっと怒りに行こうかなと思ったら、ラサール石井さんにすれ違ってね。うん、ちょっと今、天野くんへこんでるから、慰めてやってくれないかって言われてね。なんで俺たちが慰めなきゃいけないの？そうそうそう俺らもへこんでるわっていうね。ファイナル行ってないんだからね。そう。で、その天野さんの楽屋に挨拶行こうとして、うん、で、ドア開けたらもう天野さんが土下座で待ってて。ね。そうそう。悪かったっつって。で、開口一番、うん、何食べたいって聞いてきたよね。そう。だから、本当にね、二日ぐらい前にね、焼肉をごちそうになりました。あ、そう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 。ねえ、美味しかったね、あれね。そうなのよね。有限定の。すごいね。すごいですよ、いいとこね。ちょっと待ってね。柔らかいの、お肉が。そうですよね、うん。親父がでもね、ちょっと酔っ払って電話がありまして。お前の？ザ・漫才の当日に。うん、よかったぞ、と。もう全然ノンスタイルよ、お前らがよかったぞ。